リンゴルフがエステサロンとコラボしました。お、びっくりした。すごい腹筋頑張った時の戦いになって、筋つくな、鍛えられてる感じすごいあるよね。うん、めっちゃ楽。でもしんどい思いしながらトレーニングしてるのに。なんで腹筋ついたらね、10ヤード20ヤード飛距離も伸びると思ったり、概要欄に URL 貼ってありますので、ぜひチェックしてみてください。はい、皆さんお疲れ様です。今日は6月の2日の木曜日やねんけど、今週は1週間オープンウィークで、先週まで2週間オーランドで試合があって、今週はねどうしようかなと思って、友達の家とかに泊まりに行こうかなと思っててんけど、今は日本人のお家に1週間お世話になってます。オーランドの日本人のお家に1週間お世話になってます。でちょっとこっちで練習し、1週間練習してから、次はノースカロライナに日曜日に移動して、そっから、1週間試合やってから、次は2週間ミシガンやって、それが終わったら1週間またオープンウィークなんで、アリゾナの友達の家に行って1週間そっちで練習してからニューヨークって感じの予定になってます。で今週のオフは、また今度ミシガンから新しいタイの友達と、シェア、車とかホテルシェアするんで、そのために結構英語を重点的に頑張ってます。だからすごい寝不足でこんな顔ですって感じかな。すごい充実したオフを過ごせてます。一生オフがいい。また試合が始まっちゃうんで、まあ、それに備えて練習とかもしっかりやっていきます。ではバイバイ。はい、今日の朝ごはんです。ヨーグルトと買ってきてくれたパン、めっちゃ美味しそう。私こういうの大好き、めっちゃ甘党なんで。であとラテと、ちょっと朝1時間ぐらい勉強しました。ではいただきます。今日は土曜日で、昼と朝の間です、今は。で今日は、冷麺を作ったんやけど、作りすぎたかなって感じ。でお肉かな。で今日はめっちゃ一日中雨で、多分何もしなくて、で明日移動なんでパッキングとかいろいろしてって感じでやります。なんか分からんけどめっちゃ疲れてるから、ちょっと休養を取ります。では皆さんお疲れ様です。今日は日曜日で、今オーランドの空港におって、これからノースカロライナの方の空港に、移動して、そこからレンタカーで1時間ぐらいかなのところです、ホテルは。でなんかワンストップの飛行機を前取ってんけど、振り直そうとしたらもうそれがなんかなくて、もうそのまま直行で行けるやつにしました。向こうの時差はなくて、向こうの5時間ぐらい、1時間半ぐらいにフライトやから、そんな遠くないんですよね。車でも行ける距離やった感じです。多分ね今回はね無事に行けそうなんです。頑張ります。バイバイ。はい、空港から1時間半ぐらいかけてきて、やっとホテルに着いたんやけど、今週のホテル絶対やばいなと思っとったんですよね。なんか LPGA のオフィシャルに乗っとって、すっごい1泊55ドルで安かったけど、写真見てマジでやばいなと思っとって、できたら結構ガチでやばいです。ちょっとモーテルっぽいかな、これホテルって言うまずって感じで、これが私の部屋で、部屋はなんか別に悪くないんやけど、普通怖いですね。なんかこういう感じの
もうすぐ外で。ちょっと危ないんで、夜は外に出ないようにしますって感じです。まあ無事到着したんで、今日はゆっくり休んで、最悪虫入った、ゆっくり休んで明日に備えます。ではおやすみなさい。はい、今日は月曜日なんですけど、今日ねティータイム取って18ホール回って、今7時半でホテルの近くに何もなくて、あんねんけどハンバーガーしかなくて、で30分走ってちょっと虫よけも買いたくて、ターゲット行きたくて、で、あのねチポレを食べに来ました。マジで美味しそうで、ねもうホテルがマジモーテルみたいで、マジでやばくて、で今日いろんな子にめっちゃ聞いたっていうか、もう嫌やねみたいな感じ言っとったら、結構みんななんか探してくれて、ここいいよみたいな。でうちもそこを知っとんねんけど高いんですよねっていうことで、どうしようってなって、一人の女の子が、私が泊まっとなんかホストハウジング、私もホストハウジング申し込んだんやけど無理みたいな言われて、いっぱいで遅いかったからかわかんないですけど、でその子が泊まってる部屋が一部屋空いてるんで、なんかちょっと一回泊まれるか聞いてみるわって言ってくれて、もしかしたらそこに泊まるかもしれないです感じで、これいただきます。じゃあねバイバイ。あ、コースはあのね、やばいコース、なんかもうパブリックみたいな、もう練習場も100、なんて書いとったか、180ヤード以上打つなみたいな書いとって、でグリーンも超小さいし、なんか練習グリーンも、でコースはね平坦でめっちゃスコア出そうです。グリーンちょっと早いかなって感じです。すごい逆光なんですけどって感じで、今週はタフな1週間になりそうです。では頑張ります。バイバイ。練習してたら雷が来てスコールで中断になったんで、パター1時間ちょっとぐらいかなしたんやけど、帰ってちょっとショット練習場に移ります。長引きそうなんか分からんけど、腰が痛いんでちょっと1時間ぐらいでやめて帰りますって感じです。みんな帰ってる。はい、お疲れ様です。今パター場がクローズになったから、ゴルフ場クローズになったから、なんか今週練習場が小さすぎて、違うゴルフ場の練習場で打ってみたいな感じで、20分ぐらいのところの何ゴルフコースの練習場に来たんやけど、なんか今メール来て、今何時、今2時前なんやけど、そのゴルフ場もクローズしとうから2時15分にまたアップするわ、次の情報をなんか入れますみたいなメール来とって、だからここで待機してます。まあ多分そのなんかストームズって書いとったから、まあ、嵐みたいなやから多分通り過ぎてくれると思うねんけど、いつ通り過ぎるかちょっと天気予報ね、あのね田舎すぎてね、どうやって天気予報見るか分かんないんですよね私、うん、で今日嵐になるとか知らんかったですっていう感じで今待機してます。で今週のコースの説明してなかったから、どんなんやったっけ。あ、狭くてめっちゃ平面で、狭くてグリーンが結構小さくて、めっちゃ傾斜しとって、パターめっちゃ難しいです。簡単に言ったらなんかもう目とかも結構あって、結構バミューダかなグリーンは。でもスコアめちゃくちゃ出そう、短いから伸ばし合いかな、アンダーカットやと思いますって感じで。てか私ちょっと腰が痛くて、あのずっと担いで、あと勉強してるからか分かんないですけど、めちゃくちゃ腰が痛くて、腰っていうか背中が痛くて、ちょっとパターもほんま2時間ぐらい痛かったけど腰が痛くて、で1時間ぐらいで切り上げて練習ちょっとして、今日は何やろう、筋トレしてないからかな、筋トレが少なくなったからか分かんないですけど、腹筋がないから反り腰なんで、だから今日はちょっとコンディショニングみたいな、めっちゃ張っとうからちょっと腹筋とかやって、ヨガとかやって、まあいろいろやってみます。逆にちょっと背中筋トレしようかなって感じです。まあここは田舎なんで、あのジム行くまで1時間半かかるんで、今週はジムに行けないんですけど、まあ家でできることやると、家でできることやろうと思います。ではバイバイ。
はい、こんなにさっきまで嵐やったんけど、すごい晴れて練習できるようになったんで練習してきます。1時間ぐらい待ったかな。まあ車に寝てたけど。では行ってきます。はい、お疲れ様です。今終わって1時間ぐらいパターしたかな。もう2時半やねんけど、1時半ぐらいに終わって1時間ぐらいパターして、今回はドライビングレンジが20分ぐらいってところなんで、今日はね18回中16回パーオンしたんやけど、なショットが全然良くなくて、なんかちょっと打ち方変えてやったらちょっとあんま上手いこといってなくて、まあ乗ってんねんけど思い切って振れてないから結構ピンにあんまついてなくて乗ってるけどみたいな。で結構チャンスも5回か6回ぐらいはあったんやけど、なんか入れれんと今日はワンバーディーで、まあボギーフリーやったのはでかいかなと思いますって感じやから、ちょっとショットを調整していきます。で、なんて言うとしてなかったっけ、あ、そう、なんか肩甲骨が痛くて右の担いでるからかわからんけど、で、だからあんまり練習しすぎたらやばいからって感じで調整していきます。それで今週も朝ごはんと昼ごはんがついてたから、この、サラダと下パスタとなんかチキンをもらってきて、後でランチで食べますって感じかな。夜ご飯にしようかなって感じです。ではさよなら。なんか番外編なんですけど、今週のなんか布団シーツでいやガチでこんなんなんですよ。こんな感じでなんかシーツで寒くて、この4日間ぐらい、もっとか、もう6日間、じゃあ8ナイトって言ってやから8日間、これで寝てました。寒くて凍死しそうでしたけど頑張ります。頑張りましたって感じで、あと1日残ってるんで明日も頑張ります。バイバイ。